アントニンスカリアはアメリカ合衆国の判事。ロナルド・レーガンが合衆国最高裁判所の賠席判事として任命し、1986年から死去する2016年まで務め、在任期間が最も長い判事として知られていた。イタリア系アメリカ人として初めて合衆国最高裁判所の判事に就任したことでも有名である。学位は ジョージタウン大学での BA、インヒストリースン・マカムラ・ウデイと、ハーバードロースクールでのジャラス・ドクトル・マグナカムラウデイで、ある。2019年にドナルド・トランプが労働長官に指名したジーン・スカリアは息子である。保守的判決を下すことが多く、原因主義で知られた。同性婚や人口中絶に反対し、また重規制と憲法修正条項第2条の解釈では、 銃を所有し携帯する市民の権利を擁護した。2016年2月13日、資料の旅行先のテキサス州で就寝中に死去した。3月16日、バラク・オバマ大統領選挙はメリック・ガーランド判事を指名したが、共和党優勢の上院は承認拒否。共和党上院院内総務、ミッチ・マコネルは、選挙の年の公認判事任命は控えるべきと主張した。 翌年、トランプ大統領が指名したニール・ゴー・サッチ承認が難航したため、マコネルは上院の単純過半数で審議を終え最終採決に持ち込めるよう上院規則を変更した。ゴー・サッチが公認として承認されたのは2017年4月7日である。ありがとうございます。